こんにちは、チョメです。あれからまたやって、チューチュー出すことできました。ただこのチューチュー見てください。草なんですよね。ちなみに前の動画では、ここからディグってチューチュー出したんですけど、このチューチューに関しては、この近くで出しましたね。ショッピングモールの上のところ、ここ。この辺りからディグって出したみたいな感じですね。なのでこうやってタップしてこの目撃情報にチューチューがあるところからやれば、まあ、出てくるとは思いますね。あとめっちゃ強いチューチューのなんか弱点みたいなやつもなんか日光の耳寄り情報でありましたね。これね、下げてくるやつをね解除したらねめっちゃ強くなるから、ジャンヌダルクとか入れてたら、まあ、難易度が上がるとかそんな感じですね。80のやつはまだ私は勝ててないですね。で、今日何がやりたいのかというと、闇属性欲しいんです。前回はこちらで使いましたね。あと、あの後ちょっとやってみたんですけど、チューチューが必ず出るっていうわけじゃないですよ。まあ、出やすくなるような気がします。やっぱ賢さとか、調査ポイントとかをめちゃめちゃ稼いでたら。4回に1回はまあ出ればいいんじゃないかな、みたいな感じですかね。で、今回闇の方をちょっと手に入れたいので、これ、闇のやつでねちょっと作ってみました。賢さ2840しかないんですけどね、コムソーリーダーにしてますね。あ、今回あのレベル80のチューチューをなんか戦ったりとかはしませんからね。これでちょっと草で見てみるか。 いろいろこのエリザもなんか草なんですよね。だからエリザとかの闇を出したい人は、まあ、この辺りでリクったらもしかしたら出るかもしれませんね。ただエリザ星4にしてないと出現はしません。こちらですね、ニッチとかも草は結構出るんですけどね、このニッチとイッチのねなんか闇もねちょっと欲しいなと思ってちょっとディグっていこうかな。これ色違いだからもう草のままにしておきますけどね、まあ、そんな感じでやってみようかなと。もう出るとは限りませんよ、私は。ちょっと遊んでみた実況です。どうなるかわかんないですからね。攻略とかではないですよ。ここの周辺情報、ジャイアントハンドです。ただ闇 UFO を出すみたいな感じで難しいんじゃないのこれ。どうなんだろうね。あっちが、ちなみにこちらも狙いながらやっていくっていうのもいいかもしれませんけど。まあ、ちょっとやってみるか。試しにね。じゃあ、ディグル。今回はこの闇の時は闇で、水の時は水で。だから運の良し悪しはありますよ。これ、一回でもしかしたらチューチュー出るかもしれません。でも皆さんがやってもチューチューは出ない。私の運がいいだけですからね。逆に私は出なかったけど、他の人は出たみたいな感じ。私の運が悪かった。あ、ほら、道中にいるじゃないですか、今。イッチかニッチがいましたよね。だから今みたいな、ここ、闇のところでリグってたら、イッチとニッチは手に入るんじゃないですか。で、手に入って、それを、メインにしたら OK ですよ。だから草のところでいっぱい手に入れて、ここの闇のところでドロップしたやつを1匹、ランクの上位のやつでやるとか。もう手に入ったらまだ手に入らないね。これ最後ここの闇のところに沸かしたら多分出てくると思うんですけどね。まあ、できればこの縄張りの地図とかの方がいいですよ。ただ闇離れたくないんで、ちょっと闇のところをディグっていきますね。まあ、1と2だったら、こんな感じで闇のところをどん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 やってたら道中に出ると思いますね。チューチューを狙う場合は高レアキャラ入手チャンスアップとかそういうの振った方がいいです。あと今みたいな縄張りの地図を最初選んでからキャラが出やすいとか、まあ宝箱も何が出るかなみたいな感じで私はもうちょっとやろうと思ってるんで、ちょっと宝箱を選んでみましたけどね。全然いないキャラが。コンボも繋がらないから、高レア入手チャンスアップとかも、ちょっと厳しいかもしれませんね。あと右上にもありますね。オッケーオッケー、破って。もう、ニッチ出てきた。色違いだったらこれ入手できるんですけどね。だからまあ、この辺りをディグって道中ドロップ狙うっていうのもありですね。あと、最後にここに出してから、道中ドロップを狙う。まあ、何でもいいんですよ、出すのは。ニッチとイッチの場合は。道中にいればいいから。おー、いいじゃないですか。鋭い直感。高レアキャラ入手チャンスアップ。ずっと闇から離れない。これ水とか行っちゃうとね、水選んで戻ってくるのもできると思いますけどね。あ、どうか、避難してくれた。
レベルの中中が。あと、今、指南書、ほら、見てください。途中いるじゃないですか。これのドロップを狙っていくんですよ。今ね、2020年10月の20日だから、道中にね、指南書が出やすくなって、ちょっとディグリーンクイみたいな感じになってますね。だから、ちょっとこの指南書キャンペーンがない時にやった方がいいですね。ある時にやっちゃうとね、ちょっと厳しいですよね。だから私も今運がいいだけみたいな感じになってると思いますよ。ドロップしないな、全然。あ、この逃げてる指南書に関しては、倒したら確定でドロップできる。で、指南書いっぱい倒しちゃったから、指南書の選択肢が増えるな。まあ、無視するわけにもいかないしね。そのドロップはしたのかな、途中で。もう道中に指南書がドロップしてくれるのは嬉しいけど、最後の選択で、ああ、出ないか、ニッチとイッチは。これで変なのが出たら嫌なんですよね。未発見キャラ。まあ、未発見じゃないけどね、ちょっとなるべく離れたくない。見つけた手掛かりを変えて、変なのが出たら嫌だから、この闇にします、ずっと私は。まあ、一回は水にやってもいいけど、その次に闇が出れば戻ればいいだけなんでね。まあ、要するに最後にここの闇を引ければ OK なんですよ。なんでもいいキャラは、ニッチとイッチだったら。いや、これです。これはちょっと中中無理かもしれない。で、ただでさえ最後、指南書が今出てますよ。おお、この道中ドロップが、この右がちょっとやばいな。ちょっと早めにやっとくか。ね、一匹でもいいんだよね、ドロップさせれば。だから闇のニッチ、イッチニッチが欲しい人は、今のはただの建物だ。一回だけでもね、こうやってドロップさせるために頑張るみたいな感じです。コンボが途切れちゃうな、ここは。強い生き物に会えてんのかな。3個しか落としてない。最後は落としてくれると思うけど、指南書が出てきた。さえって言ってたら。もう。この道中の指南書はドロップしない。金の指南書の大量発生とか出てきてくれたら嬉しいなとは思ってるんだけど。さあ、最後の選択よ。道中ドロップしなかったね。お、ここでもう出るよ。フランケンみたいな。ちょ、これにしましょうか。闇フランケン出てきましたよ。だから、ほんとこっちの方のところ、何て言うんだろう。フランケンシュタインに出会えるかもってあるけど、こっちで闇も出すことができますね。だから、あそこでディグらなくていいよね。だから、フランケンシュタインって主属性は何だったかな。ちょっとこっちに載ってると思うんだけど、ここのね、図鑑で見るとわかりやすいんですよね。間違えてイジダをタップしてしまった。あ、ここか。タップしたら、フランケンシュタイン、あ、これ闇ですね。この下のところの図鑑見た時の下のところ。だからフランケンシュタインの闇を手に入れたので、これをなんか主ベースにして、なんかやるみたいな感じですね。入手した後に、ね、メインのやつ。これは嬉しいな、でも。闇のフランケンシュタインは。道中指南書しかいねえ、今。だから前回フランケンシュタインは出なかったんだけど、まあ、こんな感じでね、なんか出すことを、まあ、出すことっていうか出ました。攻略動画じゃないから、いないよ、途中に。イッチとニッチが。指南書しかいない。イッチとニッチが少ししかいねえ。いや、指南書キャンペーンだから、また明日やった方が良さそうだな。指南書キャンペーンじゃない時か。ねえ。うわ、マジか。ちょっとスタミナ回復したら、ちょっと後でやってみるか。いいね。こんな感じで。入手ができましたね。R だからね。まあそこそこ集めましたよ。まあ闇のフランケンシュタインも入手ができると。もうずっと闇のところでドロップして狙っていってもいいか。で、特訓で、ランクアップで。ちょっとニッチとイッチは手に入らなかったね。ちょっともう一回やるか。入手順でわかるかな。なんか変なのばっかだな。この辺りだよね。あと指南書か。見てください。あ、でも私、なんか、あ、そっか。フランケンシュタイン闇のやつ。最初固定シンボルのやつで入手してるから。これをベースにすればいいんですね。わざわざ出さなくても大丈夫。教会の前にいたフランケンシュタインは闇でしたね。
多分本来は草とか、まあ、2体入れる場合はこうやってなんかこっちの方でやってみたいな感じで、草でいっぱい手に入れてからこっちをベースにするみたいな、ベースにして草を入れてあげればいいみたいな感じですね。ハートつけとこう、この闇に関してはだいぶ種族性と比べてみてください。上同じレベルでもね、攻撃力とかも1割ぐらい違うのかな、ね、違うのでね、だからまあ闇とかのやつを手に入れた場合は、まあ、こっちでやるみたいな感じですかね。でもう一回やってみるか。じゃあちょっとディグルで、初回は50だよね、まあ、50は回復してやってみるか。あんま今日やりたくないんだけどね。でも昨日よりは指南書のやつはマシになりましたよ。だから指南書キャンペーンがない時にやってみてくださいね。昨日は本当すごかったんです。今日はなんか まだいい方で、あと見つけた手がかりを今回は買えなかったですね。まあ1日1回50回復はいいかもしれませんね。タイヤ、まあでも私は単金に使ってるから、ガチャで使いたい人はこの50も節約した方がいいですね。1日50節約することによって30日であのガチャ10連1回引けますからね。だから1ヶ月に1回ガチャ10連を引きたい、もし引きたいのか、ま、毎日1回こうやってスタミナ50回復して群れぬやつが出てきた、これはこれで美味しいと思いますけどね。最後選んであげてとかね、この経験値一気に出たみたいな感じ。指南書が出てんだよね。まあちょっとこっちやって、ちょっとあんま離れたくないんですよね、これ。あんまり離れすぎちゃうと。ちょっと離れた場合もやってみますか、今回は。で、これは水ですね。だから水の賢さを上げるやつでやっていこう。まあ種族性を合わせてあげるっていうのが大事ですね。あ、今もちろん見つけた手がかり、右変えても OK です。ただまあこっち生き物増やした方がコンボも稼げていいかなみたいな感じでちょっと選んでみました。あ、これ上げなかい、上げないといけない。これ実況取り、あ、今逃げてるやつがいる、逃げてるやつ、これ倒したいもん。倒したら確定ドロップだから、この逃げてる指南書に関しては。そういう逃げてる指南書がいるときになんかスペシャルスキルとか使って確実に入手したりとかしてますね。追いかけたら間に合うのは間に合いますけどね。逃げてる指南書がいたらちょっと使ってみてください。なんか最近毎日パンドランドの動画のネタ考えてる。ただ遊んでみた動画だけど、攻略ではないですよ。何度も言いますけど、攻略動画は、あ、いいですね。戻れましたよ、このコンボ。これね、ちょっと怖い。左の方に行っちゃうかもしれない。この数直下の2つの方いいんだけどね、ちょっと左の方に行っちゃったりとか、左上の方に行っちゃったら戻れなくなっちゃうから、これで妥協をするみたいな感じですね。今闇だから、ちょっと5番のこれとか。いやー、道中1地と2地がドロップして、最後チウチュが出てくれたら今回の動画最高よ、本当に。ただ運が良すぎて、参考にしないでくださいね、私の動画。参考っていうか、まあ、なんて言えばいいんでしょうね。ああ、こんな感じかみたいな。あ、出るんだみたいな、ね。参考にしてはいい。参考はいいかもしれない。攻略として見ないでください。ってことだね。必ずとかじゃなくて、まあ、運が良ければこういう感じでできてますよみたいな感じで見てくれるとね、ありがたいですね。あ、ここでも何回もやってたら出るんだみたいな感じで。なんか動画撮ってる時に限ってね、運がいい時があるんですよ、本当に。なんか取り始めたら運が良くなったりとか、偶然かわかんないけど。あー、これはね、お、いいね、これ。これね、近いからこれにします。あ、戻れると思う、闇のところ。ここで闇に最後出せばいいから。道中ドロップって途中のやつはあまりね気にしなくていいから、これでこっちにしようか。あ、エラーか。私のスマホ iPhone SE2 なんですよ。それがちょっと問題なのかな。ちょっと古いからかな。もう実況者だから普通に最新のiPhone 買おうかな。マジで。ちょっと見せたいよね、もっといい画質で。パンドランド、
ハンドランドね、めちゃめちゃ綺麗っていうことを見せたいんですけどね。すいませんね。ほんと結構でかなり綺麗なんですよ。あ、撮影中、これ低画質でやってるんですよ。申し訳ない。だから、あれですよ。感動すると思いますよ。私の動画見て、興味持ってパンドランド始めたら、うわ、思ったよりめっちゃ綺麗やん、みたいな感じで。まあでも内容見てると思いますけど、どんなゲームかな、みたいな感じで。重たい。はい。まあでも遊べてるのは、お、ほら見てください。めっちゃ運がいいじゃん。チューチュー、ここにも出ましたよ。闇のチューチューですよ。いいね。やばい。運が良すぎる。大丈夫か、これ。こんな感じで。やっぱ賢さの調査ポイントだね。で、道中狙っていく。いい、すごくない？指南書がいっぱい出る中。チューチューの闇を出すと。まあでも、チューチューの闇に関しては、強いチューチュー倒してたら、まあ、入手できるから。だから、こっちでね、やってもいいですね。こっちの方が良くない？チューチューとか、集めるんだったら、多分だけど。なんか出やすい気が、あ、でも、指南書も落としてくれたらありがたいな、これ、道中で。やばいやばい。やばい、切れちゃう。あ、最後あんま気にしなくてもいいけどね、コンボとか。全然。3個しか落とさないな。道中1地と2地が落とさないか。いやもう、まあ、昨日もチューチューの動画出したけど、今回もちょっとまあチューチューと、今回フランケンシュタインの闇も手に入ったのか。ちょっと2地と1地の闇とかが手に入らなかったけど、道中は道中ドロップしないか。この途中の道中ドロップしたら2地と1地とか、2地と1地の大量発生とか UC か。まあ、出そうと思ったら出せるのかもしれないね。まあ、今回は、このジャイアントハンドっていうところから、ちょっとディグった結果になります、ね。最後にもう一度チーム見せますけど、まあ、基本的にね、賢さ上げて、まあ、なんか調査ポイントか、賢さが少なくても調査ポイントがね、強かったらいいと思うんですけどね。なんか最近流行りはティガとかいいみたいですよ。なんかティガーを全部やるとか、あと種族性か、やっぱ種族性、これ関係ないんだけどね、コムソンに関してはまあ種族性やって、あとはもう賢さ順か、ここでやって、前もやったんですけどね、この賢さってやって、もう高いやつをバン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 って入れとけばいいんじゃないでしょうか。で、あとオートでやるとか、もうキングロブスターに限らずですよ。あの賢さ高いやつ適当に入れて、アイテムも賢さで、本当はこれリーダー属性合わせた後、リーダースキル、賢さアップっていうのを入れとった方がいいと思いますよ。で、あと、オートでやっても出ると思うんですけどね。それは思うにしときます。まあ、出ないときは運が悪いと。で、私、チューチューとかフランケンシュタイン簡単に出したんですけど、まあ、4分の1の確率で出たりとか、5分の1の確率で出たりとか、その日によって変わると思いますので、必ず出るとかじゃなくて、まあ、出たよっていう、ね、攻略ではなく遊んでみた動画なんでね、私に関しては。まあ、そんな感じでね、ここでまあ、ディグっても、フランケンシュタインとチューチューも、運が良ければ出るっていう、結果の報告でした、今回。では、ご視聴ありがとうございました。実況者は、チョメでした。また、指南書キャンペーンがなくなった時に、ちょっとディグってやろうと思っております。ちょっと動画にはしないかもしれないけど、まあ、こんな感じでした。